イギリスでは感染者の急増により一部の地域で7人以上の集まりを禁止するなど対策の強化に乗り出しましたピクニックが大好きなロンドンの人たちですがこのように公園などで大人数で集まることも禁止されるんです。ジョンソンンンンンソ首相はロンドドンを含むイングランド地方で来週月曜日から 同居する家族などを除き7人以上の集まりを原則禁止すると発表しました最低100ポンドおよそ1万3700円の罰金も課されますイギリスでは10代から20代を中心に連日3000人近い感染者が確認されています